吉田さん、多分多くの人はね自分ですら信用できないと思ってるんじゃないですかよーしダイエットするぞーカツ丼うめえみたいなねよーしダイエットするぞービール美味しいとかね明日からしようかなーみたいな感じであれなんかダイエットダイエットってもう3年も5年も言ってるけども全然変わってないじゃん俺みたいなねそんなとこがあったりとか絶対月収100万行きます入塾ボン月収100万いったの何人ですか月収100万刻み続けたの何人ですか このネットビジネスの業界でやるぞって勝手に決めて誰から指図受けたわけじゃないのに誰からの指図もないのにやめてった人間どのぐらいいるんですかっていうことを考えるとそのなんていうの私がね当たりにしてないのってモチベーションなんですよモチベーション無視で行動できなければモチベーションに左右されて要するに感情がね理性を上回ってしまうんですよねあの恋愛にた例いたらよく分かるんですけども男性にとって結婚って損しかないわけですよ し <laughs> しかないでしょだって名義は自分で契約するし自分の責任で家庭運営していく時に俺がやんなかったら結局誰も尻拭いしてくれねえやでも家族の誰がサボってもでも結局バックホームには俺がいるなと思ったらなんか結局1人ででねね踊ってるよようなな感じなんですよ、ね、でそんなことを100も承知で恋愛したり結婚するわけじゃないですか。 うん、こういう言葉がありますよ結婚は人生で最も冷静に判断しなければならない時でも残念ながら最も感情的になるのもまた結婚だと <laughs> いうことなんですよねビジネスもそうだと思いますよモチベーションがグーッと湧いたからやるぞって気持ちになってねなんか億万長者合宿に参加するでしょしかも億万長者合宿も近所でやってるわけじゃなくてわざわざ湯河原まで行くわけですよ金を払ってねで1泊2日なんか講義受けて いや皆さんの商品があるようだったら紹介しますよっつってから誰も持ってないでバイマイバッハを欲しいわけでしょ誰に対して正直なんだって感じですよね誰を当てにしてるんだともしかしたら自分自身が当てになんないから億万長者合戦に参加して参加したらもうお金が儲かるルートにポンと乗せてくれるのかなと思って私たちのことをね信用してくれたのかもしれないですよねいや確かに私たちは信用してもらっても全然構いませんけども 私たちがどれだけ優れたコンテンツを提供してもねそれをやるぞって決めた人がやらないんだったらこっちの方がやるやる責任かかって何来てんだよみたいな誰も来なかったらこっちももう湯河原行ってないんだよみたいなねまあ言ってますけどねそんなこともあり得るかなと多くの方は自分自身を信用できてないから人の判断に委ねるんでしょうね塾に参加したりとかするんでしょうね行ってらっしゃいですよ